どうも皆さんこんにちは、マークです。ボーダーランズ3続きをプレイしていきます。結局レベル上げはしませんでした。まあ進めていってね、ちょっと辛くなったらレベルアップ、レベル上げしていこうかなと思います。というわけで前回のミッションの続き、カルトの作り方、ホーリーブロードキャストセンターに行く上の方だね。乗り物がないとだいぶきつい距離だからね。これだな。よし。とりあえず道なりにまっすぐ進んでいけばいけるかな。すげえ飛んでくるな。この辺とかなんか記録すればファストトラベルできるとかそういうのはないか。こっちでいいのかな。うん、こっちだね。 あの橋渡るのかすごいな。ちょっと待って、閉まってるけどこれ。マジか、これ降りないとダメか。パスオブサクリファイス、これ乗り物のやつだよな。ホーリーブロードキャストセンターへよく来た。毎日恒例のライブスクリーム、これはロック中。ちょっと待って。お金か。親なきバンディットのみんな元気？ゴッドクイーンタイリンがホーリーブロードキャストセンターからライブでお届け。みんなで目いっぱい盛り上がってグレートボルトを目指しちゃおう。さて、今日は新しい仲間が加わったよ。手土産は何だと思う？なんと聖なるボルトのチーズ。これは特別待遇しないわけにいかないっしょ。でもその前にちょっとだけ聞いて。みんな、バンディット生まれじゃない私を受け入れてくれてありがとね。私が初めて話した言葉は血の報復でも胸郭スペランカーでもなかったけど、今の私たちはファミリー。できるね。ファミリーは永遠だよ。しかしすごい喋れない。じゃあちょっと気合い入れてからセレモニーを始めようか。血を求めろ。同レベルなんだよな、この時点で。でもまあまあ言ってる間にレベルは上がるけど。オッケー。リロードかましてと。OK。まだ走ってくるか。OK。この武器ね、かっこいいんだけどね、リロードが遅いんだよな。リロードもかっこいいけど。おお、やった。素晴らしい。まだいるか。先にいんのか。もうレベル6がいんのか。頭1個見えてるぜ。ペットを壁にして、ちょっと前出るか。オーケー。あと2匹かな。奥から湧いてきた。ペットがすげえダメージ受けてる。このやべえやつを先に片付けたいけど。オッケー、レベル6。どこまでも高みを目指す。高みを目指す。オッケー、いいよ。
てかそこにビービリあったのか。感電させればよかったが、まあまあいいでしょう。弾を回収して、あ、でも思ったより減ってないな。弾パレットセントリー、よし、レベル7。よし、いて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 、どこだ、あのちっこいやつか。よし、これでやったかな。また湧いた。顔やべえな、さっきのやつ。やばい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 、すげえ湧いてきた。これはリーンないんだな。こっからスコープ覗いて。おお、すげえ動くね。よし、オッケー。その先クリティカル、すごいいろいろと解除していってるね。前に出るか。有限の者たちよ、終わりの時だ、終わりの時だ。グレネード、あぶね、投げ返したらできるのかな。グレネードはお、やった？素晴らしいね。お、今のスナイパーじゃない？スナイパーだけど。まあ、一回使ってみるか。おお。なんか、かっこいいね。できればもうちょっとレアリティはあってほしかったけどね。よく言えば紫かな。スナイパー、おーつってショットガンか。武器スロットにしかない間はね、ショットガンはあんまり使いたくないんだよね。よし、入ったぞ。後でアップするし、新作の八つ咲き動画も公開するね。それじゃあ今回はここまで。いいねとフォローと服従を忘れないで。服従って。とりあえずいらんやつは、ああこれシールドちょっと上がるのか。最大容量 25%。 まあ装備するか。 OK、 いきますか。アイテム回収、お金思ったよりだいぶ溜まってきてるな。おお、なんだ、痛い。スピーカー、このデカさのスピーカーでそんな やられたら多分死ぬんじゃないかこれ。おお、普通に敵いた。 OK、 分ける。せっかくだからスナイパーを使っていきたいところなんだが、建物の中はあんまりよろしくないんだ。さすがスナイパー強いね。ここやばい。よし、よしよし、
あー、ところどころにあるな。ちょっと精度悪いか。していいのは駆られる覚悟があるものだけど、と誰か。エイムがゴミすぎる。よし、おっとっと、グレネード、オッケー、コッパみじん。よし、この上はなんかお宝を見つけたんだな。てかスナイパーの弾がもうないんだが、これまた弾薬の所持数とかは増やせんのかな。スキルで取るのか、またあのなんか紫色の、ああ、あるね、17、多分それで取るっぽいな。名前何か忘れちゃったけど、嫌です。なるほどね、そういう感じで避けるのね。よし、武器がすごい落ちるね。まあ今作になってからまた武器の種類が増えたからな、そら頻繁に落ちるか。当たらない。あとはそこにちっこいの一匹。おお、あ、なるほど、近くにそういうのがあったら投げるんだな。弾なくなった。うわ、うろうろ、これ突っ込め。これ狙うより普通に撃った方が良さそうだな。この上にいるのは分かっている。よし、スナイパーの弾あんまり落ちないのか。ああ、そういやこれ武器は、武器というかサブ攻撃はセミオートとフルオートだけか。紫、これはないのか。獲物の血で渇きを癒すがいい。危ない危ない。よし、おお、上すぎるね。こいつに変えるべし。バーストセミオート。まあセミオートだな。の者たちよ、終わりの時。よし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 。やっぱスナイパーはいいね。後ろにいるぞ。この命はツインズのもの。ツインズ？知るか、んなもん。木は落ちるがレアリティがゴミっていう。まあまあこういうところは特にレアはまあ落ちないわな。お、アサルトか。ちょっとこれは迷うところだね。アサルトだよねこれ多分、形的に。うん、そういや前作でもアサルトはあんまり使ってなかっ
ったような気がするな。アサルト？おお。バーストだな。さあ、オッケーオッケー。暴れてこい。会場。暴れてこい。チェックポイント。よしよし。シールド150円か。それだったらまあ買っとくかと思ったけど、さらにいいやつがあるという。どう、もう買うか。もういっぱいいっぱいだな。バッグか。スナイパーを売らないように気をつけないとな。これだな。ん？どっちだ？こっちだ。これ買っちゃったけどいらないと。よし。これで OK だ。さあ、行きましょうか。ああ、これ完全にボス戦だね。待って、その前にスキルポイントを振りたい。そうだな。ペット。これ、まあ一応切り替えれるっちゃ切り替えるんだよね。ちょっと気分転換に違うやつも使ってみたいところだけど、まだいっか。そうだな、体力ばっかりじゃなくてこっちも上げてみるか。怒りの攻撃、ハンタースキル、敵を撃つと怒る、スタックを獲得。まあまあ取ってみるか。行くぞ。盾持ちか。マウスピース。なんかボイスがちょっと小さい気がするな。あー、これスピーカーが光ってるところにいるとダメージが受ける、ダメージを受けるからかわしながらって感じだな。ほら、ほら、ほら、グレネード。ノリノリだね。おお、なんだ今の攻撃、すげえな。なんて綺麗な攻撃なんだ。このだけがっつりヘッドショット狙っていく。なんだなんだ、なんか無敵。やばい、痛い。なんか一瞬無敵みたいな感じになったな。よし、また一周して、どっかな、こっちか。サブマシンガンに切り替えて頭狙っていく。痛い痛い痛い。てかペットやられてる。よくも、うわ、よろせん。もう使い終わった。ペットどこだ、お前か。あお、ちょっと待って、まだくたばるには早いぞ。あ、おう、そっちか。おらおらおら、頭頭頭。痛い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 、シールかけた。もうちょっとで倒せるぞ。うら、そろばだ。オッケー、レベル7。さあ、めぼしいアイテムは弱すぎる。おっ、きたー。青だけどハンドガン痛いな。ザコが
うそろ。おお。なんだか怖いな。まだいるね。さあ狩りをしよう。俺っていうのっぽがいたって。これなかなか。でも威力は弱いんだよな。すげえな。おお、なんだ。申し分ない。すげえ、200。これあれか、多分引き金引いてる間は、あ、なるほど、こいつが使ってた武器だ。はあ、はあはあははあ、は。お、すげえ。あー、そういう感じか。オーバーヒートして、でそれがなくなると、あー、弾はあれか、たまたま拾ったのか。はっはー、これは微妙だね。威力が弱い上に精度がちょっと悪すぎるからな。まあでっかい敵とかには良さそうだけど、ちっこいやつにはちょっと、なんか、おお、すげえすげえ、なんかフォートナイトみたいな感じになったな。地図を見つけられるって信じてたよ。気をつけて持って帰ってきて。もう二度と失うわけにはいかない。ちょっと老けてるリリース。さあ回収できるものは回収して、んでこの武器は使わないから、とりあえずスナイパーに切り替えておくか。よし。で、どこに行けばいいんだ？よく見つけたな。これは方向的にはこれ上戻るのかな？すげえピカピカしてんな。スナイパーの弾、あれもういっぱいか。よーしよし、回収回収。もうお金があってなんぼだからな、このゲームは。もうお金とレベルが上がれば大概強くなるからな。なんだこれ、謎の頭。おう、このバンディットの首を知っているか。ああ、そんな、俺の補佐だったビクだ。最高の仲間だったのに。頭を回収してくれ。了解だ。きっと VR で尋問されたんだ。ハイペリオン時代同じ技術を使ってたことがある。企業スパイを捕まえた時とか、誰かのプリンが休憩室の冷蔵庫から盗まれて作り直す時間がなかった時とか、ビクはバーチャル拷問部屋に捕まってる。どういう時だよ。中に入って助けてやってくれ。すごいぞ、頭の中で狩りをしたことはまだない。ホーリーブロードキャストセンターの近くに VR コンソールがあるはずだ。彼女の頭に接続すればエコー端末が君をデジタル生成してくれる。うん。ボーン、チルドレンオブボルトの像を見つけた。何か知らないか。チルドレンオブボルト。チルドレンオブボルトのやつらがあちこちに置いて回ってるんだよ。ああ、そうだ。神気取りの連中に対抗して、俺たちも像を作ろう。そう、俺の像を。彫刻のような顎から伝説的に美しいふくらはぎまで完全再現するんだ。まずは俺の指名手配書を全部探してくれ。先に言っとくが、俺は超指名手配されてる。お前は。ちょっと待てよ。それが終わったら写真を。黄金のふくらはぎってこれサブミッションじゃないの？だね。メインミッション。この辺のポスターは近くに。ちょっと待って。目の前に敵。ファーストトラベル。まあ、それはわかるが。マップ動かせないんだけど。R でズームアウトって押してるけど何もないんだけど。おーらー
確認するな。あーちょっと待って、諦めよう。ハイプリオンの敬礼をやめてバンディットのリーダーになったのに誰かの命令に従うわけがない。けどカルトに入るのを断ったら、パイリンは俺のこのバキバキのケツに賞金をかけたんだ。もちろんケツ以外の部分にもだけど、それでも俺はまだ生きてる。ケツだってプリプリだ。何言ってんだこいつ。ちょっと、まあ、とりあえずこのサブミッションやっていこうか。ポスターを見つける 1,2,3。 なんかクラップトラップのマークがあるんだけど、こっから登れる？よ、登れるね。あ、これか。パーツをサルベージ。クールチャレンジクリア。ミッションじゃないよな、これ、多分。なあ、チャレンジ。あ、なんか、ああ、これか。なるほどね。まあ、その中の一つをクリアしたわけだ。なんとスーパーマックスデラックス 3D サラウンドシステムですって。これで友達が開く最高にイケてるパーティーにお客が。おお、すげえ。この武器だとスライディングしてる間はシールドが展開されるんだな。なるほど。よし、ポスター。改めて場所を確認したいんだけど、これをね、あ、スキップしたらできた。ここ曲がってまっすぐ行けば、うわ、よし。あー、またなんかあったね、チャレンジ的な。こんな方な、レベル9。これはだいぶ厳しいじゃない？ちょっと待ってよ。スキルを振る。これバンバン体力上げていった方が良さそうだな。この辺りは発射速度が上昇。これいいな。うん、次はこれを取ろう。オーバークロック。その息だ。次だ。次来い。次ちっこいな、お前顔が面白いな。そんだけのはずがねえだろう。レベル9でも俺はやるぜ。あと一発。よし、上から湧いてきたな。これビリビリするやつ。なんか俺もビリビリしてる。さらばだ、真正面。やった。思ったより早く終わったな。まずは一つ。よくできた指名手配書だな。血の手形が綺麗に取れてる。これは2回目の血の報復の時からつけてるんだ。いや、3回目か。2回目は山と戦争した時だった。今も生きてるのはどっちだと思う？山々にしよう。これ上に一つあるんだが、こっから登れそうだな。よいしょ。おしっこと巣を掛けて登れない。ほっ、あ、登れた。うわぁ、邪魔だ、後ろ。また湧いてきた、ちっこいのが。おぉ、怖いよ。やばいよ。よし、なんか青いの拾ったな。待て、
してくれた中で唯一良かったものだ。それはな、これあれかシールドのやつついてるだけか。こいつが俺の力の源なんだ。さっきから何言ってんだこいつ。お、これはまさか。素晴らしいが、素晴らしいが、微妙というか、これ以上持てないんだよな。ほっ。よいしょ。ちょっと待てよ。この先だな。残り1枚。ゼロ。生きていた時より。行け。ちょっと距離がある。よいしょ。なんだその武器。待って待って待って、前のこの障害物やべえな。あ、そこか。回収完了。バンディット流の自撮りから随分進歩したもんだ。俺が初めてクランを立ち上げた頃なんて、自分の写真が欲しかったら顔中に血を塗りたくって岩にぶつけるしかなかったのに。作り方やべえな。肉体の写真が集まったら、チルドレンオブボルトが像を作るのに使ってる 3D プリンターが近くにある。指名手配ポスターをスキャンして俺の像を作ろう。3D プリント工場に行く。どこだ。あ、そこか。じゃあ一旦戻っていけますか。